あれは何だ？現状では分かりません。見て。奴ら本気でコロニーを壊そうとしてるんだ。お話の途中ですが、今後のミッションプランを提示します。今回のミッションの目的はジェフティの火星での作戦行動のために該当機体を火星まで移送することです。そのためにまず民間輸送船アトランティス号に合流し、コロニーアンティリアから脱出することが当面の目標となります。有事下ではありますが、フレームランナーの資質から考えてもできる限り戦闘は回避することをお勧めします。目視でも確認できる通り、すでにコロニー全域にわたり敵軍に制空権を奪われているものと思われます。コロニーに関する詳しい情報を把握する必要があります。一旦先ほどの工場に引き返してください。ローカルサーバーから必要な情報をトランスプランテーションします。その後、できるだけ戦闘を避けつつ敵の制空域を突破し、コロニーブロック反対側の端にある輸送エレベーターから宇宙港に向かいます。何か質問はありますか？なんか空中が光ってるみたいなんだけど。エネルギーフィールドの類と思われますが、詳しくは断定できません。現在のところミッションプランは以上です。まずは工場に向かってください。分かったよ。言う通りにするさ。ニュースをお伝えします。依然としてアンティリア侵攻は続いております。倒壊した総合病院に取り残された入院患者の救出が始まっておりますが、戦果は衰えず救出は遅々として進んでおりません。このまま彼らは死を待つしかないのでしょうか。以上、現場からお伝えいたしました。ひどい。クソ。ねえレオ、あの人たち助けられないのかな？え、ほら、さっき私にしてくれたみたいに。無理かな。お話の途中ですが、先ほど報告した通り、ミッションの遂行に関係のない非論理的な行動は慎むべきです。でもちょっと寄り道するだけなら。この機体の使命は火星においてしかるべき作戦行動をとることにあります。ミッションに関係のない行動はできる限り避けなければなりません。現状のフレームランナーの資質から見ても、その非論理的な行動による危険率は低くありません。エイダ、さっきの病院はどこにある？レオ。スクリーンに目的地をマーカーで表示します。ただし、もう一度繰り返します。ミッションの遂行に関係のない非論理的な行動は慎むべきです。分かってるよ、そんなこと。とりあえず聞いただけだ。俺だって怖いんだ。建物をマーカーで示します。マーカーが示す建物にはまだ逃げ遅れた一般市民がいるものと思われます。まだ逃げ遅れた人がたくさんいるわ。レオ、気をつけて。ああ、とにかくこのエリアにいる敵を全滅させないと。しました。敵全滅を確認。この戦闘における近隣の被害報告をします。建造物損壊、詐傷、死傷者数、詐傷。レオは頑張ったわ。取得しました。情報入手のためにローカルサーバーに向かいますが、その前に該当のローカルサーバーに対するパスコードを持つ敵機を破壊しましょう。分かった。星印のついている敵は敵パーティーのリーダー機です。リーダー機を先に倒すことで敵パーティー全体のレベルを下げることができます。取得しました。次のミッションプランを提示しますので、工場エリアから抜け出してください。メタドローンを取得しました。現状を報告します。敵軍は制空権の確保のためにコロニーの EPS システムを奪いました。 EPS？ コロニー内の全ての民間飛行体は環境保護法により外部の EPS システムからマイクロウェーブの形で一元的にエネルギーの供給を受けています。敵軍はこの EPS に過負荷をかけコロニー上空に強力なエネルギーフィールドを形成しているものと考えられます。危険だってこと？エネルギーフィールドの中は電子レンジと同じです。ジェフティ自体にさほど影響はないとしても中の生命体はおそらく生きてはいられません。レオ、それでどうすればいい？ EPS システムを破壊するしかありません。このコロニーブロックには2つの EPS パワー供給施設があります。コロニーブロック中ほどの2つの山の山頂にある2基の EPS アンテナがそうです。敵軍は左右の EPS アンテナを互いの方向に向けてちょうどコロニー中央部に巨大な壁を形成しています。当面この2つの EPS アンテナを破壊することが目的となります。それから関連施設としてもう一つ前方に見えるコロニーシャフトがあります。これはコロニー中心軸部からのメインパワーを EPS アンテナへと供給する役割を果たしています。このシャフトに付随する中継ブロックを破壊することで停止はしないまでもEPS の影響範囲をかなり弱めることができるはずです。シャフトと2つのアンテナか。分かった、やるしかないな。おそらく現状では2基の EPS アンテナには近づくこともできないと思われます。まずはシャフトのある D07 区画へ向かいましょう。あ、また。くれぐれも余計な行動を取らないようにしてください。分かってるけど。同乗者がいた境界付近です。誰か逃げていったんだわ。レオ、助けに行ってくれる？動体反応の確認される建物をマーカーで示します。増大中。しました。この先は戦闘エリア外です。戦闘態勢に入ります。戦闘態勢を解除します。ミッション達成。この戦闘における近隣の被害報告をします。建造物損壊多数、死傷者ありません。すごい。メタトロンを取得しました。都市の中にまでエネルギーフィールドが到達してるのか。すでにこの区画には生存者はいません。エネルギーフィールドの影響を受けたものと思われます。ひどい。で、どうすればいい？シャフトの規定部にある EPS 中継ブロックを破壊してください。ここから撃てばいいってこと？その通りですね。射程がかなりある上にフィールド内ではジェフティのエネルギー兵器は役に立ちません。何かターゲットに物理的に衝撃を与えることもできる電子的な長距離射程兵器を探す必要があります。そんなものどこにある？現状は確認しました。とにかく一度このエリアから離れて該当の兵器を探しましょう。戦闘しました。このエリアには何か隠された物体があるようです。ベクタートラップ、メタトロン関連技術の一つです。ジェフティの武器収納システムやウーレンベックカタパルトもその応用例なのですが、メタトロンに高エネルギーとスピンを与えると軸方向に見かけ上の空間を引き込むような効果が観測されます。この空間が復元する瞬間に圧縮と転調の均衡点に物体を配置することで、もういいからわからないよ、もっと簡単に言ってよ。このエリアにあるポーターと呼ばれる物体を破壊してください。何かが出現します。それで十分だ。ポーターは複数個あります。小さい上にロックオンできないので注意して見つけてください。増大中。なるほど、目的のものはこれか。地球軍の原始的な兵器ですね。これは利用できます。よし、それじゃあシャフトに向かうぞ。定を解除します。この先は戦闘エリア外です。長距離射程兵器でシャフト規定部の EPS 中継ブロックを破壊してください。戦闘態勢に入りました。戦闘態勢を解除します。長距離射程兵器でシャフト規定部の EPS 中継ブロックを破壊してください。長距離射程兵器でシャフト規定部の EPS 中継ブロックを破壊してください。ターゲット破壊を確認。やったか。 EPS パワー供給を非常用ジェネレーターに移行。停止には至りませんが影響範囲はかなり縮小しました。これで山頂の EPS アンテナに接近することができるものと思われます。次は2機のアンテナか。しました。戦闘態勢を。プログラムを取得しました。前方に見える2つの山の山頂に EPS アンテナがあります。なんとか近寄ることはできそうです。破壊に向かいましょう。山頂に見えるのが EPS アンテナです。敵多数を確認、注意して接近してください。しました。クォーターを破壊しました。ドを取得しました。プログラムを取得しました。取得しました。戦闘態勢を解除します。この先は戦闘エリア外です。この管理通路の先に非常用 EPS ジェネレーターがあります。EPS アンテナの破壊よりは賢明な選択と言えます。ミッションプランを変更します。地下の非常用 EPS ジェネレーターを破壊しましょう。メタドローンを取得しました。戦闘態勢を解除します。損傷指数 50% を超えました。撃墜。戦闘態勢を解除します。あれは上にあるのと同じエネルギーフィールドなのか？その通りです。つまり先には進めないと。そうです。別のルートを考えましょう。損傷重大。損傷指数 75% を超えました。戦闘態勢を解除します。戦闘態勢を解除します。EPS ジェネレーター破壊。これでこの施設の EPS は機能を停止したものと思われます。パスコードが必要です。アンテナです。地下の非常用 EPS ジェネレーターを破壊してください。定を解除します。戦闘態勢を解除します。戦闘態勢に入ります。損傷重大、戦闘空域からの離脱を進めします。を解除します。しました。戦闘態勢を解除します。パスコードが必要です。先は戦闘へ。あれは上にあるのと同じエネルギーフィールドなのか？その通りです。つまり先には進めないと。そうです。一旦この施設から撤退し、別のルートを検討した方がいいかもしれません。プログラム的に強化された敵の出現を確認しました。十分に警戒してください。戦闘取得しました。戦闘態勢を解除します。 取得しました。戦闘態勢に入ります。敵撃墜。メタドローンを取得しました。 山頂に見えるのが EPS アンテナです。地下の非常用 EPS ジェネレーターを破壊してください。 この施設から撤退し、別のルートを検討しましょう。被害増大中。しました。メタトロンを取得しました。在中。このエリアにプログラム的に強化された敵がいる模様です。外見は同じでも戦闘能力に大きな違いがありますので、十分に警戒してください。定を解除します。メタトロンを取得しました。取得しました。ラプターコントロール機能モジュールを取得しました。これにより未制御状態の無人オービタルフレームをリモートコントロールできるようになりました。あの骨みたいなやつを遠隔操縦できるわけか。待てよエイダ、ラプターはエネルギーフィールドの影響を受けてないみたいだったな。ラプターは無人機ですから EPS の影響は受けません。ということはラプターを使えばさっきの山の中にある通路にも侵入できる可能性は高いです。やってみるか。で、未制御状態のラプターってどこにいるんだ？起動前のラプターはここには存在しないでしょうから、流れ弾に当たったり地球が割れ部との交戦などでできるだけ破壊されずに機能停止しているラプターを探してください。ジェフティとの戦闘後のものはほぼ利用できないと考えて間違いありません。つまりそのままの形で機能停止しているラプターを探せということか。そういえばどこかで見た覚えがあるわ。